ででも周年声を覚えないと結構爆心ですやばい怖いよー <laughs> なんかこう終わった感出てるけどまだ終わってないから今日の目元かわちいほんとにあのねこ,こっちの目を見てほしいんですけどもうコンサートが終わって空気を読むかのようにあの大奥舞台に戻ってしまって。 あのこっちの目はめっちゃ綺麗だ綺麗な平行二重だったのにあの目がまたちっちゃくなりましたピエンなので、ね、せめて周年公演まで持ってくれよって感じだったんですけど <laughs> 綺麗なえも、ー、う、まあ、ほぼ一重みたいになっちゃいましたーん <laughs> 寝すぎたからなんかなすごくないこんな綺麗なことあります <laughs> こんばんはうん松川ちゃんは食いしん坊なんだえー、ちょっと十二期情報教えてみんな詳しいんでしょう。詳しいんでしょ <laughs> 九年公園上しまってどっちもいいまだ一回も立ち位置表開いてないから分からんな <laughs> みんな楽しみにしててねあ解剖好きなの知ってるさやちゃんお <laughs> 何さやちゃんだろう長野県の子2人いますらしいですねいますらしいですねランランさんと同じ誕生日の子いるんだえー、12月 ラランランさんのペンライトの子がいるのは知ってますモズク酢が好きなのえっみゅねスが苦手でもずく好きなんだけど酢食べれないんだよねちょっとじゃあ12期の情報とともにみんなにも中坂情報を練り込んでいこうかなと思います <laughs> 同級生2人いるらしい広島さん昨日3通埋める人だって 広島さん曜日やめて広島出身の子は何ちゃんなんですかモバメ取っていいの私 <laughs> なぜか大量のモバメが着弾中おっとおっとおっとみんなこれモバメ取ってるなまあ、でもね無料ですから今取り放題みたいなもんですからね <laughs> あ岐阜の子いますよねあの十九歳の子ですよねそう花ちゃんだ花ちゃん花ちゃん岐阜でしょう ねえ聞いてほしいんだけどさ <laughs> あのねコンサートが終わってから足に大量のあざと傷が増えててえなんであるあるですねあやめろ先輩があ間違えたあやめろが先輩が「にじにじちゃん」と呼んでるあのココちゃんココミちゃんですよね解剖の子は入内島さんといろいろ共通点があるそうで。 19歳で加入してる点とか神奈川出身の点とか結構あるらしいですね難読名前が多めでも名前は多分全員なんかわかるようになったかもさら <coughs> ちゃんさらちゃんね可愛い,いですよねボブですよねマリンちゃんが人気らしいあらしいですねあのスクランブルエッグ編集長さんのツイいてみましたはい 広島さんだ広島さんが何ちゃんかわかんないのよ奥のここはちゃん足長い子だ足長い子1 6 8ンチくらいある子2人いますよねあのその奥原ここは奥原さん奥のここはちゃんとあと南沢ここちゃん足長くないですかみんな詳しいですね そそうそう昨日まで4日間「お疲れ様でしたありがとうございました」ってこちらこそありがとうございます皆さん本当にやめ,て <laughs> やめてやめてやめて中坂みゆちゃんはこれからこれから尊敬してくれる後輩ができるって信じてるか中坂みゆちゃんは尊敬されなくても仲いいって思ってもらえればそれで嬉しいので仲良くなりたいです こっちの髪の髪毛がててるわとっても <laughs> 何これアイロンしてきたのに多分扇風機のせいです <laughs> そう優香さんも復帰されましたしねもう本当にミレちゃんが最年少じゃなくなったのもやばいけど2010年生まれが入ったのもやばい <laughs> そう 呼ばせるのだって呼ばせないって私は別にそんな強制させてないですからやめてください <laughs> 呼んでなんて呼んでいただいても構わないですあでも最近みくるにあのみゆちゃんって呼んでって言ってる <laughs> えー、<laughs> 僕は中坂みゆさん尊敬していますなんか後ろに「笑ってついてるからさ薄まってるよほんと「してます」みたいな感じでお願いします 中ちゃんの年上は3人いるらしい意外にもこれで私は15番目になりました下からそう最年少はみやびちゃんですけど同い年にさつきちゃんもいるらしいですねそうそう。 カキレナはトークおもろいあカキレナちゃん同い年ですよね確かでも私はアズアズが大好きでみますアズアズが大好きでみます アザーズ今日配信してるんです8時半から <laughs> そう「アザーズ」が大好きミャスなのでこれからも「アザーズ」を愛していきますはい「アザーズ」大好き <laughs> こんなに大好きとか言ってたらね気持ち悪いって思われそうですけど事実なんでキャッピーもくるみもあの 仲い,いですしゆねちゃんともどんどん距離を縮めてますしりなちゃんともねちちゃゃんんめといですよなんかワンコロって最近呼ばれててなんかワンコローってなんかすごいみんなに可愛がられててすごい他の吸気がめちゃくちゃりなちゃんとの距離が近いのであのちょっと私もそのね勢いにちょっと乗っかって一緒に仲良くなりたいのとサックとは今度初めて一緒に公演出るので。 サックも一緒に仲良くなりたい連絡先は交換したのでサッ,クとサッカーも見に行きたいですね一緒にそう結局誰が一番好きなの結局誰が一番とか決めれないもんいや毎日あずあず毎日じゃないわ公園でるたびにあずあずとは写真撮ってます 昨日今年のかき氷こめしててきましただっていやマジ今年食べ損ねたんだよなかき氷白桃のかき氷を食べ損ねてしまって結構苦しいみやさん指輪増えた11期だけですけどみやさん指輪メンバーっ何と呼ばれようとあの呼んでくれるだけで嬉しいのででもなんかこのコンサート期間中にやっぱりコンサート期間中にっていうか、まあ、ここ今年1年というか何だろうね何だろうな なんだろうな <laughs> ミオたんとか糸美きとは結構喋る機会が増えたので、ね、パレオもあるしね何だろうちょっとだけ分かんない私が一方的に距離が近くなったなって感じてるだからうんもっと他のチームだとやってば青木ちゃんとか美玲ちゃんとは喋る機会が本当にないので喋りたいですそう「DD 気質」 はにゃフフフフな中ちゃんのスルーザナイトはまだですか?」なか中ちゃんがスルーザナイトに選ばれる日は多分永遠に来ないと思うんですけどまあかすかな希望にかけてよかったら生きてください <laughs>。 ちなみにあのー、スルーザナイトも袖カメこしてたんですけどなんかみんなが好きそうな写真がいっぱいあるけど載せせません <laughs> あのカメこの写真をチェックしたんですけど全部使えそうな写真ほぼ1枚もなくて載せるつもりほぼないんだ <laughs> もうびっくりするぐらい全部。 ファンの人にピントが合っててマジでメンバーにピントが合ってなくてもう面白いのいや面白くないこともない面白いの本当に面白いので面白いです <laughs> もうすごいよ最善の人の顔びっちり写ってるから <laughs> そう めっちゃ撮ったんだけどめっちゃ撮ったんだけどほんとにほぼ全部メンバーにピントがあってなくてなんか個人的に好きな写真があって1枚だけあのあみちゃんの写真なんですけどこれだけはあみちゃんに送りました <laughs> はい、まあ、またいい写真が見つかったら載せるかもしれないですね メンバーぼやけてるのぼやけてるのとかのレベルじゃないの本当にすごいのもう乗せられない <laughs> そうだから腕は磨いていこうと思いましたね 早速カレー食べてみただってあ、美味しいでしょう最高じゃない踊ってるから難しいんじゃないなんかこれには深いわけがあるんですけどまず多分私の目がすごい結構眼精疲労で疲れてたっていうのがあるんですよ <laughs> なんか覗いても覗いてもレンズをレンズ何あれを覗きやなんて言うの <laughs> あの覗いても覗いてもボケて見えててずっと なんかもう多分目が疲れてた <laughs> <laughs> そうファインダーって言うんですかそれがをぞいても覗いてもボケてるなって思ってでもボケてるけどとりあえずシャッターは切ってみようみたいな感じで切っては見た <laughs> そしたらほぼ全部ボケてた <laughs> ええー、舞台袖でもかめこしてました でそう。三日行ってたのに、カレーゲットできる。なんかすごい早い段階でもう完売してたみたいで、本当にありがとうございます。昨日のふえちゃんのは、兆しの途中です。 カレー食べる配信結局できてないんだよね。でもいっぱい家に今オリエンタルカレーあるんで、もう普通に15パック買ったのもあるし、3、普通のオリエンタルカレーが5、6、7パックくらいあるので、結構、毎日カレー食べても生きていけるくらいにカレーがあるんですよ、今。そう。一部のメンバー、うちは持ってたけど、みゆちゃんはうちは持って、持ってなかったの、まあ、一部のメンバーが持ってたうちはは、なんかほぼ実費で買ってるうちわなので、 中坂は今回うちは変わらなかったっていうかマジでお金を月末で激ピンチであのお金がなかった <laughs> お財布に昨日もさあちゃんと公演前に、あのー、コーヒーを買いに行ったんだけどコーヒーを買いに行ったのはいいんだけどお財布にお金がないっていうことに気づいてしまってはあ <laughs> と思ったんですけどギリ耐えました本当にだからそんくらい今お金がなくて月末でちょっと私にはちょっと実費でうちはを買う予定がなかった 予定が予算がなかったへへへもし自腹で買うならあゆかぴょんでしょあゆかぴょんかざずでもあのー、はいでもあの全然 <laughs> どこに行けば普通のオリエンタルカレーが売ってるの普通のオリエンタルカレーはスーパーとかに行ったら売ってますいや散財してるつもりなかった だたんだけどね一層自作していくとかえそう悩んだんだけどでも結局今回の私の目的はカメラだったのでカメラを持っていきましたそう自分のはもらえるんですけどうちわって誰かのはねあれなんでカードでは <laughs> カードでもうあのちょっとあの抑え,抑え気味で <laughs>。 皆さんもね気をつけてください自分のもらえるってことはトレードしたらワンチャンあでも残念ながら多分中坂のうちは欲しい人いないんで <laughs> はいちょっとトレードできないかなって感じですかねでも客席のジャンボウチはめっちゃ見えましたでも結構 あの引っ掛け問題みたいだったのがマリンさんのうちはか自分のうちわかなんですけど、まあ、黄色背景が S だから黄色背景をとりあえず探すじゃないですか。で中坂は初めてボブのグッズだったのでボブを探してたんですけどボブを探してたんですけどボブを「ボブだ!」って思うと「マリンさんだ!」みたいな「あ <laughs> ボブだ!」と思ったら「マリンさんだ!」みたいなのが3回に1回ぐらいありました。<laughs> でもあの本当に見えました皆さんのうちはありがとうございますそうボブになったグッズは初めてですね今回がうちはめちゃくちゃ見えますそうサマーツアーはねあの結構目立つ髪型してたんで見つけやすかったんですけどうちはがそう今回は今日ボブおろしなので 見づらいいいですね見にくいっていうか見つけにくいですねちょっとかぶっちゃうやっぱか長い時の髪の毛の長い時の何だろう利点中坂髪型ですぐ遊んじゃうもう昨日とかもうボブの髪型のレパートリーが尽きちゃって「なんかお任せでー!」とか言って公う出たんですよ周年ウィークだと言うのに <laughs> そうそしたらあの結構可愛くてメンバーからメンバーじゃないファンの皆さんから「 のそう好評でした中ちゃん1階席のどの辺にいたの ?1 階席は結構いろんなところ紙も下も行ったんですけど2階席は下に行って3階席は紙にいました <laughs> そう2階通路に来てくれた時にうちは持ってればとよかったと後悔だってなんかたまにこう目の前にファンの方がいたりしたんですけどなんか全然私のペンライト振ってなくて <laughs> びっくりしました 1>, 2人くらい1人は、まあ、私が一押しじゃないっていうのはあの十十十十十十承知の上だったのでよかったんですけどちょっとその,その方はあ,のあれなんですよ真ん前で踊るみたいな私が真ん前で踊ってなんかもうずっと目障りな顔しててもう目障りな顔でなんか両手に2本ずつ私じゃないペンライト持ってる顔見知りみたいな <laughs> だったからなんか。 <laughs> 顔しててずっとなんかごめんねって思いましたのとあのもう一人はこう練り歩いてる時に「あれ違うやん」みたいなその方は私イチオシだと思っていたのでちょっとびっくりしました。 でもあのほかにちゃんと青白オレンジであの振ってくれてるとかグッズ持ってくれてる方も見かけましたし <laughs> 嬉しかったですよ <laughs> そう面白いなってこれは私結構客席にやり歩き初めてだったんですけどマジ面白いなって思いいな思まましたた、ま、たやりたいで,すでももうやばくてあの私たち私たちっていうかあの 道はなぜ続くのかに出てたメンバーは2曲,2曲しかなかったのよ「反省かわいい」までの間に。で研究生の「君の瞳に感電中」の途中でもう移動だったんだけどもうただでさえ着替えが遅いから私ってもうあとなんかあと2分で出ますって言われてももうなんかまだ2分でどうにもならないくらいしか着替え出てなくて。 やばい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 って着替えてたんだけどもうなんか出ますって言われてもうみんながいなくなった時に私はまだ靴を履いてなかったの。<laughs> で靴を履いていないけど私は今から2階に行かなければならないってどうなったかっていうと片足だけ靴を履いたまま私は2階へ走ったの。<laughs> そう,そうだからなんかもうびっくりしちゃってえ <laughs> みたいな。 靴をあの角もはがずに2回まで猛ダッシュしたんですよそう私は手に持ってあゆかぴょんにマイクをか預けて「あゆかぴょんマイクだけ持ってってください2回まで」って言って一緒のね出口から出る予定だったからお願いして「本当にごめんなさい」って言って私は靴をこう片手にこう走りましたそう <laughs> ね、<laughs> そうであの頑張って走ったおかげでちょっと余裕を持ってねあの初恋の踏み切れのそ途中くらいで着いたからそう頑張ってこうやって履いてあいかぴょんさまさまでした <laughs> 本当にありがとうございます靴履けました履けました いやでも本当に皆さん近くに行けたり皆さんのうちはとかペンライトが見るとすごい楽しかったなって思いますねまたたたややりりいいい早く近いうちにやりたいですはいもう楽しかったです。 やばい辛くてて意識飛んでただって <laughs> 全然あの怒ってないしむしろねあの逆にショールームでネタにしてごめんねって感じなんだけどあのそんな重く受け止めなくていいからねはい <laughs> 今回はカメラタイムで人殴らなかった殴らなかったと思うそういうとこあるよね踊ったけど殴ってない気がします、はい いやでも本当楽しいコンサートだったなって思いますねなんかあっという間だった <laughs> はい、まあ、周年公演もまだありますのでね皆さん楽しみましょう周年公演もイエーイ 亀変わるコンサート大体ハプニング起こす中ちゃんそうなんですでも今回はそんな起こしてないですそう赤ちゃん来た時そった青みさんの材料もおろしましたおろさんでもバレてるのにね12ットは話してないけど未完全のスタッフさんとはめっちゃ話したはい今日も なんかマネージャーさんに「いや中坂さんやっぱ未完全のカメラ回ってる時が一番イキイキしてますね」って言われて「えどういうこと?」って思いましたけどあの多分ままた全カットだと思いますでもそんなそんなどうだろううんどうだろううんどうだろううん <laughs> どうだろう <laughs> マネージャーさんに今でいじられたんですよこれまた中坂さん全カットで誕生日にあげる場所なくてあげられるパターンですねって言われてその隠しをつかなくてもね <laughs> 分かってるけど私も是非、はい、ねあの一応優勝優勝権残ってるんで私も、ね、<laughs> 勝ったらそう気合いの入り方違うんですけど全然使ってもらえないんですよでも今,回はあそう今回は別のメンバーも一緒に行ったので。 使ってもらえてるかなと思います <laughs> そう <laughs> <laughs> はいもう楽しみにしててください <laughs> さあみんなありがとう 昨日の公演も含めてなんかか楽しかったですは自由に呼ばれると今ねですね私も今か今かと待ってるのでぜひ早めにぜひそうもうでも楽しかったなって思います大変だったけどこの期間も本当にあのに頭おかしくなるんじゃないかってこれ大変だったけど、うん、頑張ってよかったなって思いました

SK を感じただっておお嬉しい <laughs> 俺も SK ケープに覚えたいある程度映像だから覚えられますよ <laughs> 今日のテロップは秋マークです <laughs> 中盤アイエットセンターでのダンスパートかっこよかったよあ,ありがとうございます エスケープっって練習いっぱいぱしたえもうなんかそのエスケープのフリールの日がもうめっちゃ長くてしかもこううまくうまくっていうかこう、1列に並んでたじゃないですか4人。でレッスン上は階段とかないからあのー、昨日のリハみたいに一番前の人が座ってたみたいな感じだったんだけどもう私はちょっと後ろの方にいたのでずっと立ちっぱだったわけよリハーサルがね。だからもう 立ちっぱなしで何時間もこれをやってたからもう本当にもういろいろわーってなりそうでしたそうもうすごかったですでもあの無事にねできてよかったですし今回あのジャケットとかも新衣装であれ作っていただいたので本当に感謝の気持ちでいっぱいですねはいモーニングエスケープは伝説になると思います でもあでもこれ言うとちょっとどこにいるかバレちゃうからこれ以上いません <laughs> そうベースボール T シャツ可愛いよねあれちょっと皆さんぜひぜひダンス未経験ですができますか皆さんは知らないと思うけど SK に入ってる人はほとんどがダンス未経験だからできます <laughs> そう ルーティーンなくなったな,なくなったで寂しいとか思ったりしませんかでもあの一時期3日4日間5日間くらいモーニングエスケープ立ちをしてたリハ期間があって急に公演が始まった期間あったじゃないですかあの辺あたりは誰もモーニングエスケープをやっていない時期だったのにもかかわらず S の楽屋ではずっとあれを踊っていたんですよ S が何で踊っているんだって思って練習熱心なチーム S だなって思いました ミオタンはダンスやってたんじゃないさすがに <laughs> あれはちょっと絶対やってた人だと思います <laughs> そう中学高校の頃に15番をもらっていたことがありますおじゃあ恐ろっちですね 緑が好きなんですチーム E 買ったらダメだって私も緑が好きですけどオレンジも可愛いですよ卒業したらオタク向けのダンス教室してくださいみんな通ってくれますか9期でダンス経験者は ほぼいいないですよなんか青海が数ヶ月とかキミちゃんも経験者ですね姫田も経験者ですね池田は多分未経験だと思いますサ枝も未経験だと思いますあーやはどっちなんだろう経験してそうな動きしてるけどやってたっていう話はあんまり聞いたことないかも川島も未経験だと思いますえなちゃんえなちゃんえなちゃんはやってたかな ここちゃんもやってない気がする何やもやってない気がするな中坂もやってないしふいちゃんもやってなかったと思います意外とい,いないんですあやバレエしてたんだえー、すご確かに体柔らかいイメージあるそう半々くらいですかね今いる吸気だと。 中坂は未経験です。そうみんながん5年間頑張ってきたんで <laughs> え「池田さん先輩に講演時期はダンス苦手な人の踊り方してる」って言われたそんなドストレートなこと言う人いるんですか <laughs> でも中坂もう初期のダンス結構やばいです。 だから本当だか,らかんないあの「バンザイビーナス」を見た感じの12期はみんな経験者なのかなっていうくらい上手なんですけど <laughs> あのもしあの他のメンバーよりこう出遅れてるような感じがしたとしても大丈夫です続ければ踊れるようになります中ちゃんは合宿経験のみ合宿経験のみって言ってもね本当にちょっとだけですから <laughs> 全然できないです お披露目っていつも1曲だっけうーんでもどうなんだろうねじあのー、お披露目の仕方がここ最近結構違ったじゃないですか結構時間をかけてお披露目をしていく木が多かったので10期11期はこれ、ね、12期がどれくらいの期間であの覚えたかは私たちには分からないんですけどでも逆に言ってしまえば1曲にこのね魂をぶち込めるっていう点ではすごくいいのかなって思いますね。 はい、なのでなんだろうあそこまで揃ってたしみんな上手だったしってところなのではないでしょうか休ュはあのは、ー、もう2週間とかで2曲やりましたけど2曲きりみちゃんも話してたけど2曲かやった結果がもうあれですから <laughs> 頑張りましたみんな休ュ頑張りましたみーちゃんお披露目は鮮明に覚えてる鮮明には覚えてないけど 覚えてますよお披露目の時になんかもうマネージャーさんに「記憶に残る自己紹介をしなさい」みたいに言われてなんかここ最近はなんか好きなものあ名前出身地年齢 まあ趣味とか好きなこととか特技とかを言いなさいって多分決まってる気が多いと思うんですけど休期の時は何でもいいから一言言ってほしいみたいな感じでその何でもいいから一言で自分の印象をガッてつかめる何かを絶対に言わなければならないみたいな感じだったのそれをなんかもう死ぬほど考えてましたでも結局そんな大したこと言ってないんですけど私面白い人間じゃなかったのでそうそうだから難しいですね 私は本当にお披露目の日にあおみさんがいたことを知らなかったのであおみの存在を知ったのは1月のトーク会握手会が最初だったのでねなんで知らなかったんだろうそ <laughs> うそうなんですよ 言ったこと覚えてるよ多分わかんないちご1句はそうだけど覚えてるなんか「はい」みたいななんかちょっと自己紹介まで覚えてないけど「愛知県出身13歳の中坂美優です」みたいな言って「9期生で唯一ポニーテールをしていて身長がちっちゃい真っ黒い子って覚えてくださいよろしくお願いします」みたいなことを言った記憶があるんですよもうディスしかしてない自分のこと えでもその当時は全然ディスだなんて思ってなかったしこれは自分の強み特徴だと思ってましたからもう今見違えるほどに白くなってるレベルで黒かったんですよだから13歳だったしえそうですよ私みやびちゃんと同い年とかで入りましたから <laughs>、ね、皆さんはおさなんかこの,ちこの子がちびっ子だった記憶ないかもしれないんですけどこう見えて私みやびちゃんと同い年で入ってるんですよ ボニーテールだったし、身長も百五十センチしかなかったし。色がとっても黒くなりました。黒くなりましたね。黒かったです。<laughs> はい。黒くない子わけではないんですけど、まあ、まだ茶色くらいでとどまってます。そう、ちびっこでした。なんか意外と最年少じゃないから、あんま、こうちびっこ感がね、薄。 出てるんでですけどちびっこでした正直芋っぽかったよねえそうなんか最近さもうすでに垢抜けてるみたいなさ子ばっかだからさびっくりしちゃうよねそう研究生の時からパフォーマンスはすごかったの覚えてる本当にありがとうございますそんなそんな。 いい意味だと捉えてますよ、よかっに。そうです。入った時は百五十しかなかったので、十センチ伸びました。そう。伸びしろあるってことよ。そうですそうです。逆にちょっとちょっとぶちゃいくかもって思ったくらいが、あなんか可愛くなったかもって思われがち安い。<laughs> で信じてます。 大きくなった、ね、ありがとうそう入った時この子やばいって思った子休憩の時ですか休憩でやばいなって思ったのはナイアントココナですやばいっていうかなんか不思議な2人だなって思いながらずっと見てましたけどまあでも今でも結局みんななんだろう仲良しですから。 いいですね。ふさんは、うん、ふさは今の方がやばいので。 なんかこの前なんかみんなをおんぶしてたんですよ本番中に本番中かリハ中におんぶしてて違うみんなをじゃあ池田をおんぶしてたのよ池田おんぶして遊んでたらふいちゃんがなんか飛び乗ってきて「ほい」みたいな「あのこ,れこれからね私本番なんですけど」みたいな <laughs> ここで体力をおうみたいなこ,こ,こう見えてもキ期の最年少 面白い個性の塊です。急きはこんな急遽よろしくお願いします。一昨日の急きちゃんの衣装で集合した写真好きです。そうまあ十二人でね撮れるのももうしばらくなさそうかもしれないので撮りましたけども気づけば。 もう十二人かっていう感じですね。お披露目した時は私たちは二十人もいたので。今の十二期の倍いましたそう。倍いたんですけど。気づいたら。半分。ちょっとみたいな <laughs>。そう。びっくりですね。本当に。 そう滑り台からもねありがたいことにランクインしてそうなんだろう披露久しぶりに披露できて嬉しかったですね言わなくてもいいけど20に名前言えますかさすがに言えると思いますよね八8人もいなくなったっけっていう感じは正直私もしますけど今年だけでも2人卒業してますから。 そうキャノンティーからね1年半くらい誰も卒業しなかったんですけどそう今年2人卒業しちゃったんでびっくりびっくりですねあおみさんは海外に行ってしまうけど戻ってくるまで誰も辞めてほしくないですねはいあおみさんを送るかいみたいな なんかびっくりしたんだけど全然知らなくてそんなのがあるって <laughs> なんか普通の青梅さん最終公演久しぶりんしばらく最終公演みたいな感じだの普通の公演だと思ったんですけど <laughs> まさかの青梅避難の送る会になっててちょっとびっくりしました本当に <laughs> ちょっとね何やるんだろうってちょドキドキしてますけど楽しみですね もうアホミさんが帰ってきた英語ペラペラになってるんかなだってえー、英語覚えられるかな三 <laughs> 年生送るかいそれな <laughs> なんかね懐かしい気持ちになりますい、ね、やマジでなんかどこに行くのか何をするのか何も知らないから。 とにかく頑張っっててほしいなって感じでもさなんか <laughs> 歌もできてダンスもできてでまあ、演技のお仕事とかもやってて面白くて顔も可愛くてセンターもやってる青海さんが英語までできるようになって帰ってきたら。 でも青葵さんに欠点とかねもうなんか家事ができなさそうみたいなところしかなくなっちゃうからちょっとね、うん、分かんない窮屈のポンコツだと私の中で思ってるんですけど <laughs> 完璧人間になっちゃうかもしれないですね <laughs> え葵さんが英語喋ってるの全然想像つかないんだけど <laughs> そう 中坂はちょっと留学とかしたいなって思ったことがないので海外に行きたいなって思ったことがないのでどこに行,に行きたいとかあんまりないんですけどあおみさんは料理も始めてるぞだってえそうなの料理できるのあおみさん帰ってきたらめっちゃ LINE の部かくなってるかもしれんね <laughs> それな この前さ、なんかラインは見たよみたいな。<laughs> ラインは見たよ。<laughs> ということで、<laughs> ラインは見ていただきました。イエーイ <laughs> <う>。時差で許される説、確かに。海外行くとね、時差ってもあります。から でワンチャンさ11月2日にさこうもう0時00分私の中では0時00分みたいな気持ちで LINE 送ってもだまだ迎えてない可能性もあるしとっくの昔に過ぎてる可能性もあるってことですよね。 ね、ちょっとなんか、うん、楽しみな気持ちももちろんありますけど帰ってきたらめっちゃ痩せて帰ってきたりしてでもこれ以上痩せられても困りますからねちょっとこれ以上痩せたらもう本当に心配になっちゃいますからでも何にも知らないんですよマジでみんなと同じタイミングで知ると思います まあ確かに会いに行くっていう手もあんのかい,いいねそれ <laughs> 楽しみですね本当に <laughs> その間に中坂さんが横に大きくなればだって私が太る前提なんですかあもしかして <laughs> もうバキバキキないよねちょっとめっちゃラッパーでもラッパーはちょっとありうるなチるい感じで帰ってくる可能性全然ありますからねあおさんはでもなんかあの「おすすめのジャパニーズソングは?」って聞かれたらあの滑り台から押してくれるって言ってた <laughs> ぜ是非それでは終わりたいと思います は終わります。福くたぬきさん虫眼鏡中坂パジャさんハート社長さんから飲むたらの音符メガネさんハート。ええー、あしろさんなるほど。 パジャマさんハートピピフピちゃー,タラー,タラーンプモフモフさんたらのむたらのむたらの音符もふもさんハートカパさん可愛い,いピピフピちゃーンプさんたらーの音符ウキーさんだるまダンシングアヒルさんなるほどこれはどういうギフトなんだろうウキーさんハートだるまライフシピ,ピフープさんたらの音符白のクマさんハート中坂パジャマさんハートピピフェープさんタラーの音符んプたらの音符世界さん帽子魔女の帽子シルルルルさんなるほどなるほど,なるほど 三色団子さん、ハートハート、ピッピピさんタランのオンプ、ピースさん、ハート、シルルルンさん、なるほど、結婚してえ、社長子さん、タランのムタランのオンプ、え、コバンさんじゃなくて、バッタバツマルくんさん、コバン、コバン、コバン、シルルルンさん、マジの帽子、三色団子さん、タランのオンプ、え、ハタゴンさん、タランのムタランのムタランのオンプ、サンポッポさん、かわいいルルン猫さん、ハートハート、ワンワンさん、グッドゲーム、グッドゲームえ、 いちごさんたらの豚らんの音符ピンクさんハートヒヒーンさんお花いちごさんたらの豚らんの音符これは何だろう紫のお洋服の女の子さんハートえー、ウキイさん虫眼鏡とうとさ潔さん虫眼鏡、えー、紫の服の女の子さんハートガロさんレインボー紫の服の女の子さんハートえエ、ー、ゴさんなるほどやっぱり急に鼻が。 トとうイセギさんハートハートシュルルルンさんハートハートネギネギさん魔女の帽子シュル,ルルンさんハートハート三色団子さんハートル,ルルン猫さん魔女の帽子、えー、いちごさんハートネギネギさん5番くるみちゃんさんハート、えー、アジサイニャニャさん結婚して結婚してええー、エゴさんハートいちごさんあたらの音符アジサイニャニャさん可愛い虫虫メガえー、世界さん虫眼鏡ネアジサイニャニャさん結婚していちごさんハート 社長子さんたらの音符世界三小判えーリボンクマさんハート社長チさんたらの音符ブブグーグーさんハートハートシャンシャンさん虫眼鏡えー、ピースさんハートルルンネコさんハートシャンシャンさん虫眼鏡バツバツ丸くんさん虫眼鏡えーシャさんたらの音符ありがとうございますそこにもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますありがとう ありがとうございますということで他にもギフト投げてくださった皆さん本当にありがとうございます読めなくてごめんなさいそれでは終わりたいと思います続いてはランキングを見ます今日の中身は73位はてけてけてけてんあ ブブグー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 のアブタの。<laughs> さんです。ありがとうございます。えーいありがとうございます。ということで、ありがとうございます。サイン投げって読まれなかった現実とのリンクつらいだって。ちょっとね最近ギフトが消えちゃって復活しないんですよ。ごめんなさいね。でもあの、もちろん思いは届いてますし。 大丈夫ですよ昨日もあニャーしましたからねでは続きましてハヤンのランキング読みます二十からいき,いきますいきますせーの ske のくーまさん三色団子さんくろみちゃんさん中坂ぱじもさんサンポッポさんぽっぽさんくろみちゃん,んもう一回読みます SKE のクーマさん、三色団子さん、クロミちゃんさん、中桜呂さん、ウサギさん、クロミちゃんさん、サンポポーさん、ありがとうございます。イエーイありがとうありがとうございます。イエーイありがとうありがとうございます。イエーイ明日は普通に配信する予定です。夜配信です。では、続きまして。

はい皆さん今日もありがとうございます今日の盛り上がり度はですねででん4743盛り上がりでしたありがとうございますということで今日もたくさんの皆さん見に来ていただきありがとうございましたコメントしてくださった方星あげる人を投げてくださった方もありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェック大富豪とショールームのフォロー Twitter と Instagram のフォローアメブロのチェックよろしくお願いします 明日は夜配信です皆さんまた明日お会いしましょうでは終わります今日も早く寝ていっぱい寝ますせーのバイちゃんじゃんけんぽんあっち向いてはい今日の合言葉はねぎとろ丼バイバーイふふふふふバイバーイ ウパルーパー <laughs> バイバーイおやすみおやすみみんな早く寝てねちゃんと。